はい、3泊4日の3日目、の第一観光スポット華厳の滝でございます。まずね、この第二駐車場埋めてね、もうお客様先に看板台の方向かってもらいましたけどね、私もちょっと追いかけて行ってみたいと思います。コーラ屋さんが自販機交換してますね。出る人はいなそうですと。はい、お疲れ様でーす。はい、全然人がいません。ガラガラです。華厳カフェ、華厳団子、イワナ、ヤマメ食べられますよ。はい、標高はここは1274m でございます。一応無料の観瀑台がこちらになりますんでね、行ってみましょう。やっぱりここまでね、歩いて2分ですかね。はい、まだ雪も残ってますね。ここ観瀑台を、まあ、2階というかね、下にもありますね。おお、凍ってる、凍ってますね。あ、そうですね、水の量少ないですね。虹も出てる、はい、虹映ってっかな。どうで、下からも覗いてみますか。凍ってるね、華厳の滝見るの初めてですね。はい、じゃあエレベーターの方もせっかくだから行ってみましょうかね。工事してるみたいですね。はい、あ、下の方がなんかいい感じに見えますよね。はい、ようこそ日光へと。ここも乗務員パワーでね、エレベーター乗せ、あ、他のツアー、ツアーじゃないや、遠足ですね、来ましたね。はい、じゃあちょっと行ってみます。初
足元に気をつけて、いってらっしゃいませ。ドアが開きます。左側通行ですね。ちょっとひんやりしてます。あのぐらいかな、これ10度ないですね。7、8度かな。非常に涼しいです。ひんやりしてきた。今体感は5、6度ですよ。ね、エレベーター降りてから階段、なんだろうな、7、80段ありますかね。はい、着きました。万博台でございます。はい、ここもね、1階、2階とさらに下までとかね、売店もあった記憶がありますが、売店閉まってますね。はい、はい、メール販売台でございます。水はね、非常に綺麗ですね。はい、涅槃の滝、これですね。日本の滝見えるかな。綺麗ですね。すいません、この階段の途中が一番良さげなポイントです、これ。はい、売店は当期休業ですね。ああ、こっちは水の量はありますね。マイナス4が感じられます。はい、じゃあ帰ります。じゃあエレベーター上がってきましたよ。はい、で前にもね、紹介したかもしれないですけど、何年前か、2年前か3年前かに神社ができたんですよね。二荒山神社だった記憶があるんですが、違った、華厳神社なんだ。華厳神社さんです。最新が二荒山大神と華厳滝大神、水の神ということですね。華厳神社、令和2年6月21日、どこでもらえるか、御朱印ですね。御朱印は二荒山神社の中宮祠の社務所にありますのでね、二荒山神社の中宮祠は、中禅寺湖のね、ほとりっていうか
迎えっていうかありますのでね、またの機会でもらいましょうね。はい、じゃあ今日はこのぐらいにしときます。